はい、皆様どうも、マフロです。それでは、にゃんこ大戦争、続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、恒例のガチャからやっていきます。壁での壁。お、出た。タンク猫。あと1個。もう一丁来い。うまくはいかないかな。あと一丁。あと一丁。あと一枚。これで終わり。ははは。惜しい。欲しいなぁ。パワーアップじゃないや。パワーアップで見れるか。ほら、9。マックスプラス10でさらにクラスチェンジ。あと1個なんだけどなぁ。惜しいなぁ。あ、そういえば。この辺はどうなんだろう。プラス3。チャージ砲結構強くなってきてるなぁ。この辺はマックスプラス10でとかないのか、うん、あ、そう、普通のはまんべんなくプラスになってるな。よし、じゃあやっていこう。街で見たすごい老人。土日ステージ、今日土曜日なんでね。これの、超上級、まだクリアできてないけど、逃走力310も奪われたら、他何もできなくなっちゃうな。クリアできなかったら泣きそうだしな。覇気が使えるよ。もう一回挑戦してみようかな。もうちょっとだったしね。よし、もう一回やってみよう。クリアできなかったらすいません。一応猫寿司はちょっと封印させてもらいました。まだレベルがマックスじゃないので、マックスになるまでちょっと封印します。先に壁を出せるだけです。頑張れ頑張れ。
前回よりダメじゃねえか。どういうことや。前回どうやってたっけな。もう一回ダメか。序盤にボンボン出した方が良さそうだな。温存、温存はちょっとダメでした。もう序盤に戻ってきます。序盤に攻め込もう。できるだけ前に動かなきゃいけない。
ハムートさんを頑張って守るのが君たち。誰が攻撃を食らってはいけない。やったー。あれ次があるってパターン。うわー、まだ次があった。さらに強い嫁が出てくんのか。やべえなそりゃ。まあでもやるだけやってみよう。手はちょっと疲れてるけどね。疲労半端ねえ手の。現状に見られたらどうでしょうか。
これだけ出すから食べていこう。まだ嫁出てきてないわ。ボスの表示ないもん。きついな、こりゃ。つえーなー。せめて嫁引きずり出したいよな。もう一回やってみよう。今度はニャンコ法は温存なし。
あ、クマ出てきた。クマ出てきた。ダメだ、ニャンコも早かったか。じゃあクマ出るまで待ってなきゃいけなかったかな。壁の影に隠れてコソコソしてくれるからなかなか死なないんだけど、バルキリーさん前に出てる戦闘士とかゲッツさんとかも壁の影に隠れてコソコソしてくれる人を多めに出さなきゃダメだ。今度は嫁引きずり出せそうだ。勝てるとは思わないけど。よし、重くなってきた。これ以上スイング効いてきません。この感じがいいぞ。やっぱ嫁もこれなのか。え、っていうか嫁このトイプードル、トイプードルじゃない。単純な人。この 3連の人違うのかな。
出てくるとかないよね。かなり出てきたら嫌よ。絶望しかないわ、さらに出てこられた。もうでもやばいよ。手が痛くなってきた。連打してきた。
よし、早く削れ、城を削れ、城を削れ、ニャンコ包囲の方がもうないと思うけど、いやおお、なんかともらえた、やったー、クリアした。クリアしました。レアキャラクターカンフニャンコ、どれだ。しとく。はい、じゃあ次回これを使ってみようと思います。一応見てみると、クリアになったんかな。おお、クリアになってる、よかった。はい、なんとか期間内に街で見たすごい老人クリアすることができました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、次回こそね、情熱の国とかやれたらいいな。またイベントが出ちゃうとそっち行っちゃうけども、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。